後半素晴らしい追加点がありました、えー、今日の試合を振り返っていかか。がででしょうかそうそすね、まああの、チームは苦しい状況の中であの選手一人一人が練習からあの前向いてあの勝つことだけを目指して練習していた結果がこういう結果になって、もう本当に嬉しく思っています。次、えー、の意気込みをお聞かせください。 そうですね、まあ、本当に苦しい中からまだあの抜け出しただけなのでこれが続かなければあのここまでの努力というか自分たちがやってきたことがまた無駄になってしまうのであのそれ無駄にならないようにまた一日一日大事に練習していいきたいですサポーターの皆様に向かって一言お願いしますすそうですねあの本当にどんな状況でも熱い戦をいただいたので、えー、変わらず熱い戦をもらえれば、えー、僕たちはまたピッチで全力で戦えるのでままた厚い,をよろしくお願いしますありがとうございました。